イクップ・ビトリア・ダ・コンキスタ通称ビトリア・ダ・コンキスタは、ブラジルバイア州、ビトリア・ダ・コンキスタを本拠地とするサッカークラブである。クラブは2005年1月21日に設立された。2006年にカンピオナート・バイアーノ2部に優勝した。2008年のカンピオナート・バイアーノ1部では3位となった。2008年にカンピオナート・ブラジレーロ・セリエ C に参戦し、第2ステージで敗退した。2011年にはカンピオナート・ブラジレーロ・セリエ D に参戦し、第1ステージで敗退した。2010年にはコパ・ゴベルナドール・ド・エスタード・ダ・バイア決勝にて、アトレチコ・デ・アラゴイニャスを下して優勝した。2011年の同大会決勝でもアトレチコ・デ・アラゴイニャスを下して優勝。2012年大会もジャクイペンセを下して優勝した。ホームスタジアムはエスタジオ・ムニシパル・ロマント・ジュニオール。収容人数は12,500人。ありがとうございます。